国道308号。国道308号。国道308号は、大阪府大阪市中央区から、奈良県奈良市に至る、一般国道である。大阪市と奈良市間、通称、半ナを、いこ山地の暗がり峠を越えて、直接的かつ、最短ルートで結ぶ、国道路線である。東大阪市から、奈良市を結ぶ自動車専用道路の第二、 ハンナ有料道路も国308号に指定されており、本路線のバイパス道路にあたる。主に東大阪大阪市内、中央台通と呼ばれる区間は、第一次緊急輸送道路、広域緊急交通路として指定され、また、大阪市営地下鉄中央線及び近鉄系阪那、線、阪神高速13号東大阪線が並走する、等、 東西の感染が少ない大阪の道路において、重要な役割を担っている。倉峠越えの国道と呼ばれる経路、や、旧国道308号部分は、かつての安逸なら街道を踏襲しており、石畳のある安峠の区間は、旧建設省が制定した、日本の道100線に選定された道路でもある。この現道は、車両のすれ違い通行が困難な急勾配、共愛路となっており、 事実上、沿線住民の生活道路及び行楽者のハイキング道として機能している。都市間、長距離、高速移動上の実用面で、ハンナを行き来するために、国道308号の原道を通行する利用者は、ほとんどおらず、並走する阪神高速13号東大阪線、第2ハンナ有料道路、ハンナ道路を利用するドライバーがほとんどである。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。第二般の有料道路、東大阪市奈良市と並行する現道は、関西を代表する、いわゆる、国道と評されており、安東下より、西の大阪側は、一方通行として規制されている区間があるほどの、急斜面と幅一斜線のコンクリート舗装道路である。特に、 大阪府と奈良県境にまたがる生駒山地の倉峠を越えてゆく区間は最大車道31%とも言われる。国道随一の急坂があったり、かつて通行車両の最大幅1.3メートル、制限の道路標識が設置されていたなど、実態として車道としての機能を果たさない道路となる。倉峠の頂上部分の舗装は石畳になっており、この部分は日本の国道では唯一と言われる。 大阪市の中心地にある起点、新橋交差点から東へ続く長堀通りの区間と、奈良市にある第二半那道路の蓬来ランプから終点、三条大路に長目交差点の区間は、交通量が多く幹線道路の趣向きが強い。東大阪市から奈良市にかけての区間に、自動車、軽自動車を含む同士でのすれ違いができない非常に狭い一車線区間がある。 周辺住民にとっては重要な生活道路であり、道端には道路交渉につき通行はご遠慮くださいの看板もある。路面の大部分はコンクリート舗装で滑り止めのための丸型の溝が多数刻まれている。東大阪市東豊浦町及び、生駒市萩原町、小瀬町間の小瀬町西交差点付近の一部区間に西行きの一方通行規制が敷かれている。 民家の間をすり抜け、軒先をかすめるようなところも多く、退避所も設けられていないため利号困難なところが多い。倉峠の都半区間は、京路に加え、急勾配、急カーブで、大阪側よりも奈良県側の方が、比較的緩やかとなる。ただし、冬季は、道路が凍結することもあり、その危険度の高さから、自動車運転初心者や運転に、自信のないものは、 自動車で通らない方が良いとする意見もある。生駒市ならし宝来間の境愛区間も集落内や田畑の中の位置、車線の福音の道路で、中でも平地林を通るところで、道の両脇に不法投棄防止のためのフェンスが張り巡らされている区間は、体感的に余計その狭さを感じる。現在では、ある程度改修工事が進み、軽自動車も、 通行困難な境外区間は解消している。付け替え後の振動の脇に、急動の残っている部分があるが、そこは、軽自動車が、ようやく通行可能なほどに、道幅がなくなっている。奈良交通、奈良富代線、近鉄奈良駅、天勝寺駅、学園前駅が、毎時1.2本運転されており、2018年春までは、それに加え、天勝寺駅県総合医療センター間も、 毎日3本程度運転されており、天がつ駅付近及び、宝来バス停、東坂バス停間は、境愛な区間を路線バスが走行する。また、天がつ駅には、バス誘導員が常駐し、境愛区間を走行するバス同士や誘導員と、無線連絡を行いながら走行ている。奈良県と大阪府の府県境に南北に走る、標高550メートルに満たない、 生駒山地を越えて、奈良と大阪を最短距離のルートで結ぶ。東大阪市の近鉄奈良線が阿ド下を越えてからは、倉峠、標高455メートルまでの区間及び、室木峠、標高270メートルの西側は、急坂区間となっている。麓の住宅地から、安峠へは、道幅も狭くなり、山の中へと入っていく。特に倉峠の西側、 東大阪市東豊浦町にある、進む船員の海抜が100メートル、峠の海抜は450メートルと、高低差が大きい。そのため最大傾斜勾配が31%あり、自動車通行可能な国道としては最も急な、坂道ともいれる。峠側から大阪側へ進む際には転がり落ちるような感覚となる。ただし、 標高が低めで舗装が良好ということもあり、車両も少なからず通行するが、急斜面に作られた棚田のそばを通り、工房大師堂といった古寺や地蔵、石仏も多くあるなどから、子供からお年寄りまで楽しめる格好のハイキングコースにもなっている。交差する場所の格好書きは地名、それ以外は交差点名で表示。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。